というか、まあ、帽子とかあれが傘、それを水に溶かすと黒い液が出ます。その液の中に釜から出した時にこうザッと入れて1日頃と興奮があるんです。でこれ渋を入れる、渋出しをするということですね。でこれは入ってない状態です。でこれ将来的に茶お茶碗ですね、茶碗使って使って使いこなしていくと10年後20年で興奮になっちゃうんです。こういう操作もします。なんか貫入が入ってみたいな、すべてのほとんどのものが貫入が入ってますので、こううまく使っていくと、あのだから使っていただきたい器なんです。こういうのなかなか皆さん使っていただかないんですけども、ぜひ使っていただいて、あのその手油がついたりとか、そういう茶渋がついたりとか、そういうことをして楽しめる器なんですね。どうしてこれ持ってるの？